レッじゃあ47モグラ島の連勝記録を破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの力を。捕まえ、私を何してるの。ああ、うん、なんかあそこのあいつ、急に一人芝居。やっと仕事が終わった。行くの？こっちこっち、そう遠くまでは行かないはずだから。ねえ、どこ行くの？こっちこっち、そう遠くまでは行かないはずだから。うちの勘が、そう、もういい、しくしょう。いや、くそ熟だ。黒い髪ファイトクラ、あ、どうす、私にサンキュー。適当にファイト。チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんなあそこで遊ぶ。着いた。ここ、私はここって、ここはモグ、ふふん。おい、そこのチケットは、姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これま渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹。そして彼の相手は、他にロボット正体との戦いを着ては大早く助け、おや、これは想定外の事態が発生したぞ。やっと起きたのか。うん、
起きてすぐにタンクを探してたんだ。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、だが総龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ、彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか。お前らが来なく、ほんと口下手なんだから。僕が質問する番だ、俺に答えてみろ。動かないでね、今祝福してあげるから。ちょっと静かになさい。あんたの番だよ。くるりんと、君たちの回答を楽しみ、思考を止めてはいけない。うちに出くわすなんてついてない。勝者は冷徹な総龍。観客、あ、そう、あ、見て、は追うぞ。周囲を探してみよう。どう？デタラメ言わない。僕が？ダーマ？友達？ここ？だとしても。あの時は何か？タンコ。詳しい内容は。誠意をもご安心。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば僕のビビたるメンツもここから来ています。あれ、あの光る、ああ、仮想部の、うん、そんな、あれはそれで長い、お前のお兄、普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはず。皆さん、じっと見てるだけの。そう言われると注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。勢い、正直言うと、よくぞい、助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しねえぞ。
も暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。へたれどもが。ゼーレさん、あの流浪者たち。黙りなさい、散歩。下層部に降りてきたし、あなたたち。地上での暮らしはシルバーメインだって。守護者様にはご自身のお考えが。とにかく奇遇で。誰があんたなんかと。こいつらはボスを知ってる。ここの方々、ここに来たのはお姉さん。確かに知る。じゃあね。まだ早いし、どこかへ行く？この品で最後だね。